い、はい、お疲れ様です。次チャレンジしたいと思います。もう本当にもう本当にもうちょっとこれは情けない。そんなことません。米をね、っていうまあ条件整えましょう。はい、ということですね。ちょっとね、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、OK です。はい、出されてみないと分かんないです。思い出すかどうか。はい、さあ行きますよ。次はこちら。第2問、2人はプリキュアのね、ミスミ、ナギサが通ってる学校名、さあどうだ。語尾が難しいぞ。ん、どういうこと。ベローネ、ベローネ。ああ、そういうことね。そう、そういうことです、はい、さあベローネ、ベローネ学位、ベローネ学位。はい、正式にはベローネ、正式にはベローネ学院ですけどね、本当はね。いや、凪沙ちゃんそれ言ってないから。ベローネ学院に通ってますね。ベローネ言ってないから、ね、正式じゃないから。言いたくなるやん、イントネーション言いたくなるやん。違うんです。第3問目こちら。ほら、簡単だ。え、青空中学。はい、お待ちの名前と一緒ですよ。ああ、ここ1個2個はもう完全に覚えてるんで。冬どうしてんの。オフシーズン。オフシーズンじゃないんですよ。第4問こちら。はい、ゆうがさん、ゆうがさきはどこに通ってるんですか。ゆうなぎです。ゆうなぎ中学。はい、はい、ちゃんとした中学校ですか。ここちゃんとしたというのどこでしょう。ちゃんと3学期までちゃんとあるよ。わかんない、2学期で終わるっていう。そうなんですか。もてなすぎますけどね、1、2、3。いや、アニメやからそういうのもあるんだ。ないです、ないです。はい、第5問こちら。うわー、来た来た。一番俺言ってるわ、自分で。え、一番言ってる。2年続いたの。そんなもんあんねや。あ、2年続きましたから。これまた不思議なのが、2年続いてるのに、うん、3年生は3年生のままなんですよ。だって1年やって卒業してっていうか進級するんですけど、はい、本番にね、うん、1年間時間軸が、はいはい、これだけ2年やってるけど、みんなダブったダブってるのかな。義務教育でダブることはあるんですかね。わかりますけど、サザエさんとか、はい、ね、ずっと同じ年やらんみたいなね。だから今度ね、はい、はい、わかりました。はい、サンクルミエール学園。おい、サンクルミエール学園、ルミエール学園でした。これカタカナの学校名が多いのね。第6問、これカタカナがね、あるんですよ。はい、キュアフローラ、春の春か。はい、これはあれですか、ハリセンボンから取ったんですか。違います。さあ行こうぜ、行こうぜ。ね、はい、ちょっと牛丼が出てきてる。そうか、出ました。なあ、ごめんなさい、牛丼出てきました。はい、ノーブル学園。はい、はい、ノーブル学園ね。はい、誰ならこちら。むずーい。むずいですよ、これは。野の花。野の花ですね。4文字の名前なんでね。
ダンフミいますよ。ダンフミいますけどね。ダンフミで脅かす勢いですね。いや、脅かしてない。4文字の名前ですけれども。脅威感じてへんやろ。ダンフミさん。これね、難しいんですよ。発音がね、ちょっとどうなんだろうね。ラベニール学園。すごい。ラベニール、どういう意味？筋肉マンの2世の究極の超人タッグ編っていうのがあって、新しい超人が出てくるんですよ。うん、万太郎とタッグ組むんですけど、はい、それがカオスっていう名前なんですけど、うん、ごめんなさい、ゲップ出てきてるいや、ギルコンのゲップ出てきてるよその名前がね、アベニールカオスって言って似てるんですよ。それで覚えてたの？覚えてるんです。いきます、はい、第8問、ドン。あー、フワピーチ、モーゾのラブ、四つ葉中学。これがまたね、待って、今までのシリーズ、まあ、17シリーズありますけど、うん、唯一最後の1人増えるんですけど、うん、3人が別々なんですよ、中学。珍しいでしょ。知らんか、他知らんから俺ラブちゃんと東哲也が通ってんのは、うん、四つ葉中学です。これは覚えてます。へー、幸せな学校名ですね。四つ葉ですからね。あ、米粒出てきたなんで見せんねん、なんで見せんねん。9問目ハートキャッチプリキュア。はい、私立合ってるよ。分かってます。私立尿道学院です。え、尿道？尿道って言ってませんよいや、すごい。え、泌尿器科的な専門学校じゃない？違います違います。はい、正解いきますよ。はい、こちら10。はい、これはもう、星空みゆきちゃん。はい、これは分かるでしょ。分かります。七色が丘中学です。七色が丘中学。はい、七色でいいですか？七色です。バチの名前なんで。ね、はい、五色、五色とかじゃない？七色です。はい。はい。数ってあんなにあんのね。そんなからね、一つだけ選んだ。素晴らしい。はい。11問目。さあ、トゥインクルプリキュア。三星中学です。これは簡単やな。はい、これも星、星入っとるもん。はい。12問目、こちら。工場響き。これ。ね、カーと口癖がね、チッチキチのね。いや、小玉響きでしょ。ありがとうございます。響きですからね、そこから取ったんでしょうね、多分。これ俺ね、覚えてんねん。全部音楽用語なんですよ。街もね、カノン調やったんで。街の話はどうでもいいね。あ、ね、言いますね、とりあえず。はい、私立有田学園です。はい、正解。はい、アベマリアからじゃないんだと。アベマリアって賛美歌 あるじゃないですか。はいはいはい、音楽泥棒やったらマリアの方がええのに。なんでアリアだと思って。だから覚えてんねん。まあ、それだけ。それだけ。多分アリアナグランデから来てるんじゃないアリアナグランデ誕生前やと思うけど、デビュー前やと思うんですよ。デビュー前。アリアナ、じゃあアリアナグランデが私立アリア学園から取ったっていう。出身中学から何とんねん。それもアリアナー言うて。誰がアリアナグランデそれもあるやんなぁ。言わされてるなぁ。日本CM で言わされてるわ第13問目、こちら。魔法使いで、魔法使いで何でもいけない。これテストとか衛生時と魔法でな、解いていったらええんちゃう。聞いてる聞いてるいける。これ間違えたここじゃないかなって。つなぎ第一中学。第一でいいですか？これね、1しかないんですよ、シリーズ全部通して。え、出てくる中、第2とか第3とかないんですよ。自信ありますか？あります。第1でした。あります。つなぎって、これだいぶヒントなってるやん、これはい、次いいですよ。はい、いきます。14問目、はい、こちら。来た。何が来た？いや、もう忘れへんぞっていうリベンジですわ、こんなもん。え、キュアラブリーですよ。はい、愛の恵み。さあ、光が丘。何笑ってんねん。光が丘。うん、何？何笑ってんねん。何笑ってんねん。いやいや、間違えたから、前これ間違えた俺。あ、そうなん。光が丘言うてもうたんや。あー、光が丘。 C とか蝶とか俺分からない、これ。いや、C とか蝶ついてません。あ、じゃあ光が丘。うん、じゃあ光が丘。光が丘、いいですか？光が丘、はい、はい、正解は、うん、ピカリが丘です。うわぁ嘘やー。そ、ピカリが丘。ピカリが丘です。ピ
光が丘やねん。あ、俺は勉強してんねん。もうめっちゃ忘れへんと思う。違ったから俺は。ただでは失敗しない。はい、光が丘中。光が丘。いきます、はい、こちら15問目。花寺のどか、すこやか中学。急にすこやか中学。おしゃれなあったけど、お前病原菌とか、うん、そういう健康とかを扱ってるんですよ、全体のテーマとして。ああ、そうなの、はい、いきます。はい、16問目。分かってます。もうこれもこれもこれもな、これももう学習してるんで。ただ、そうです。大貝第一中学。はい、はい、これまね、この前間違えました。何だ、大貝町。大貝町間違ったもんね。全然もうどうだ。はい、待ってください。行く、行きますけど。はい、こいつね、まあ、言いません、この方、この方。でも分からんからイラッとしてる、ごめんなさいね。ちょっと待って、間違えすぎて、ま、ま、こいつって思ってるよ。間違えすぎて、口悪なってるやん。まあ、言います、言います、はい、はい、はい、かしこ町、かしこ町。ひどい、今回ひどすぎる。まあまあちょっと難しかったかもしれんけど。いや、生徒会長なんですよ。頭いいんですよ。そんな、どうでもいいです。どうでもいいです。答え何？大貝町。普通大きいに貝。いや出へん、そんな。いや出るわけない、ヒントゼロやん。お前ちゃんとね、間違った、はい、勉強してるかっていうのもね、含めて出しとるからね、これは。こっちはね、ましたお前のためやぞ。なんなんって言って、もう感謝してほしいですよ、はい、本当に、はい。さあ、ラスト。さあ、5位こちら。デリシャスパーティープリキュア。なごみゆい。よかった。よ、何よかった。全部わかりました。はい、ラスト。私立。おい、うん、おい、いや、違います。私立新鮮中学。はい、はい、来ました。ありがとうございます。新鮮。デリシャスが新鮮な食べ物。ああ、そうです。かかってるんですから。あそこの渋谷の新鮮じゃなくて。かかってるんです。高い、土地高いんです。まあまあ、ええ、土地が高いんですよ。新鮮、神に泉とかで新鮮。そうそう、あの高いんです、土地がね。クリアです。よし、始まった、始まった。始まりすぎ、こんなものは。次のクイズでまたね。そうですね、失敗するとかやめてくださいね。お見せしますんで、あなたのそばにはプリキュアは置いてください。はい、わかりました。いつ何時でもプリキュアのことは考えてください。インプットしておきます。わかりました。嵐の生きてきた意味はプリキュアのクイズをね、正解するっていう。クイズを正解するではないですけどね。頑張ってね、次。はい、わかりました。はい、以上プリキュア学校編でした。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。